ラノ風鶏はこの簡易的なミートソースがすっごく合います。どうですか、これぐらいの濃度です。もう熱々ですねこれ。はい、どうも、料理人さん、リュウジです。ということでですね、私も今ちょっとスリッパ脱ぎして、まあ全然酔っ払ってないんですけども、いい感じのいいジャンプになってきてるんですけども、なんと私ドラマタイアップさせていただきまして、虹色カルテっていうですね、高畑充希さんが出てる主演のドラマがあるんですけども、そちらの料理監修をしておりまして、一部ですね、一部第6話だったかな、ミラノ風ドリアが食べたいっていうのでですね、その料理が出てくるのがあるんですけども、それを監修してるのが僕です。今回作らせていただく至高のミラノ風鶏なんですね。驚愕の事実で、なんと高畑充希さん僕のチャンネル登録してるっていうのを聞きまして、高畑さんありがとうございます。本当にこれを作った方はなんと高畑充希さんと同じミラノ風鶏が食べれるっていう超豪華特典付きでございます。はい、ということで今回は至高のミラノ風鶏をやっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、早速やっていきたいと思うんですが、まあこれを作る前にですね、至高のミラノ風鶏を作るために何が大事かっていうのを皆さんにご説明させていただきたいと。初監修のドラマの料理ということでですね、どうしようもないあられもない姿を見せて死んだようにやってるわけですね。そんな僕を起用するっていうのはテレビ朝日さんもね、相当な覚悟がいったと思います。起用していただいたドラマの皆様にも乾杯したいなと私は思いまして、乾杯していただいていいでしょうか。虹色カルテのスタッフの皆さん、関係者の皆さん、ありがとうございます。乾杯。ああ、ということでやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。じゃあですね、まず玉ねぎをみじん切りにしていきます。これからこうみじん切りを覚えたいなっていう方はこういうやり方でやるとね、結構やりやすいと思うんですけども、はい、ばらけないんでね、これね、こういうやり方をねするとね、非常に良いですよ、これは。最後はね、もういい感じで、こんな感じで、この、何？なんか、飲みっぷりがいいですよねって人と、料理すごい参考にしますっていう、二手で本当分かれんの。やっていきましょうか。これも、粗みじんみたいな感じでやっていきます。料理チャンネルなんで、ここ一応、料理の楽しさを伝えたい。たまに伝えられてない時もあるので。はい、じゃあ玉ねぎとニンニクが切り終わりました。両方ともみじん切りです。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、フライパンちっちゃいのに火かけます。そしてオリーブオイルが小さじ1です。あ、ちなみにこの動画、シラフバージョンも動画始めましたっていうチャンネルでありますので、酔っ払いが嫌いな方はそちら見てください。はい、シラフバージョンもちゃんと用意してますので、これもまだ大丈夫です。いや、僕もあったんですよ、昔ね、酔っ払いが嫌いな時、塩コショウして合いびき肉を炒めていく。まずね、最初に合いびき肉を炒めていく。ニンニクから炒めたりするんですけども、今回はね、お肉に焦げ目をつけたいんですよ。なので最初にこうやっていく。軽くね、焦げ目がつける程度です。まずこの肉の焼けた匂いで飲んでいく。あー、いいですね。ニンニク、ニンニク入れます。ちょっと焦げ目につけて、ニンニク、まあ玉ねぎももう入れちゃいましょう。玉ねぎの甘みと食感、そしてニンニクの香りをつけていきます。これミラノ風鶏っていうのはホワイトソースと、ミートソースで形成されてますので、今回作っているのはミートソースでございます。アイデリアさんはね、これがね、なんとね、299円ぐらいで食べてたかな、確か。すごいね、企業努力だね。お肉がちょっとカリッと焼けてるような感じがしますね、これね。このミートソースがね、美味しいんですよ。ミートソースっていうのは基本的にこれにですね、ホールトマト缶を加えるんですけど、今回ね、あえてホールトマトじゃなくトマトジュースでございます。で、トマトジュースだけだと濃厚さが足りないので、ここにですね、ケチャップは、トマトを何倍にも凝縮させてるものなので、ここに、大体大さじ1杯ぐらい煮ていきます。こうするとね、すごくコクが出るんですよ。ホールトマト缶でやるとどうしてもね、トマトの果肉感が残ってしまうんですね。なので今回はケチャップとトマトジュースあえてやるっていうのがポイントです。あと
後でね、ホワイトソースの方にもコンソメ入れるんですけども、この両方のソースにコンソメの旨味が足されると食べた時の調和が違うんです。これでね、煮詰めて結構ね、もう水分飛ばしちゃって、結構今の時点で水分結構飛んでますよ、ね、このミートソース、本当に簡易的なミートソースなんですけども、むしろね、ミラノ風料理はこの簡易的なミートソースがすっごく合います。これぐらい煮詰まったらね、もうちょっともう汁気全部飛んだなと思ったら、まあ、これは置いといてください。これも完成です。はい、じゃあですね、ホワイトソースの方を作っていきます。これホワイトソースちょっと作り味独特なんでね、バター 10g 入れます。バターをね、溶かしていきますよ。ドリア作るときはね、この作り方が一番ね、楽。ご飯ね、冷やご飯でもいいです。 150g 冷やご飯でもいいですけども、あったかいのでもいいです。バターでね、炒めてバターライス作っていきます。まずちょっとほぐしながらね、やっていきます。中火ぐらいでいいかな、これね。パラッとなったら大さじ1杯の薄力粉、ご飯に薄力粉を絡めて炒めることによって簡易的なね、ホワイトソースをね、作るんですよ。ホワイトソースを別で作る方もいらっしゃるんですけども、これはね、僕から言わせてみると具材と一緒に作った方がね、いいです。なぜかというと、レストランのドリアとかもお米自体にホワイトソースを絡めて作る方が美味しいって言われてるんですよ。基本的にお米と一緒にホワイトソースを煮込むことによってミートソースの一体感を生みます。ホワイトソースを作った時、牛乳は少しずつ入れるっていうのが定説なんですけども、一気に入れます。はい、その代わり強めの火です。ここにコンソメを小さじ1と、これね、コンソメね、結構入れます。小さじ1と半分の2です。まあ、塩もまあ一つまみ入れておきましょうか。はい、これ混ぜていきます。牛乳も 250cc 使ってるんで、結構ね、ミルク感もたっぷりです。でも生クリームは使いません。強火でね、このね、要はね、牛乳をね、煮詰めていくんですよね。煮詰めるとすっごく濃厚な味がするんで、強い火でやっていった方が、混ぜながらね、混ぜないと焦げちゃうんでね、詰めて濃厚なホワイトソースを作っていきます。下がこう混ぜた時見えるぐらい、これぐらいやっちゃいます。どうですか、これぐらいの濃度です。ちょっとこう線が描けるぐらいですね。はい、こうしたら、あとは合わせて焼く。耐熱皿ですね、オーブン対応のやつに、まずこのホワイトソースとこのお米を入れていきます。まあ、余すとこなく使ってあげてくださいね、これはね。はい、ミートソース、これももうほとんど水分飛んでます。これをこれ真ん中に持ってあげるんですね。結構ね、ひき肉と玉ねぎがあるんで、こう真ん中に、これがミラノ風ドリアじゃないですか。丸く形作ってあげてください。で、チーズです。チーズはこうパラパラっと、サイゼリヤさんよりうまいです、こっちも。なぜかというと、原価かけてるからです。サイゼリヤさんのすごいところは、原価かけないであれができることです。それはね、絶対に勝てない、俺は。このちょっと綺麗じゃないですか。こいつをですね、焼いていくんですけども、まあ、トースターでですね、僕はオーブンタースターいつも使うんだけど、トースターでもう焦げ目ができるまででいいです。中身あったかいし、ミートソースも火通ってるんで150度これ設定できるんですけども、これでね、まあ、5、6分でいいと思います。もう上に焦げ目が上に焦げ目がついたら OK。 はい、じゃあやっていきまーす。はい、じゃあ250度で6分やりました。こちらでございます。じゃあこちらで至高のミラノ風ドリア完成です。はい、それではできましたので飲んでいきたいと思います。飲みます。いや、ワインでいっていいですか。白と合わせていきたいと思います。いただきたいと思います。もう熱々ですね、これ。ちょっと待ってもらっていいですか。あー、これ天才だこれ。僕、サイゼリヤさんすごく敬意払ってるんですけども、サイゼリヤさんがうまいです。なぜかというと、敬意がかかってる、こっちの方うますぎて、うまになったわ。これは食べた方がいい。スタッフチャンス。ミラノ風ドリア食べたい。すいません。じゃあ、テスラ君が食べたいって言うんで。ちなみに、ミラノ風ドリア歴は何年ですか？
ミラノフードリアはもう高校1年とかからだから、うん、18年前、うん、今日は手作りのミラノフードリア初めて初めてもう必ずサイゼリア行ったら食べるから食べるよね。あれがね200円台で食えるっていうのが まず奇跡なんだけど、ちょっとそれを材料の力でちょっとバージョンアップされた感じですね。あれーありがとうございます。すいません、いただきます、はい、うん、うますぎる。もはやミラノフードリアではないって表現をしたいもん。ミラノフードリアを知ってるからこそこの美味しさが分かる、うん、まあそうかもしれないね。うますぎる。一体感すごいでしょ。本家だとサフランライスと、うん、でホワイトソースが使ってて真ん中に真ん中にミートソースなんだけど、うん、ちょっといいっすかこれ。あんまタバスコしてないんだけど。タバスコしてない。じゃあ俺がやるよ、うん、タバスコかけるとねビールが欲しい。3分の2ぐらい全部食べるとちょっと一味欲しくなるから、その時タバスコかな。ちょっと酸味が加わるんでね、胡椒とかでもいいと思います。ございます。大丈夫ですか。天才、うん、いつも褒めすぎって言われてる。今回のミラノフードリアいかがでしたでしょうか。まあこれはね別物です。ミラノフードリアの形をした何かです。でもそんな感じでまあ、 食べていただくとすっごいね美味しさ伝わると思うんで、皆さんぜひ試してみてください。でもね俺ねなんか高畑さんのなんかビデオレターみたいなのを見せてもらって、でそしたらマジで見てるらしくて、3本目と4本目が好きって言われたんで、なんか酔っ払ってないと嫌だって言われたんで、3本目と4本目に近づけるようにしていきます。